さあスタートーということで、マジで最高やねん。すごいな、いやいや、ちょっと火持ってきた。もうや、え、最高やん。いいよ、持ってる。赤くなってきたか。持ってるわ。え、最高、すご、持ってる。これはなかなかないですよ、こんな。まあ、やな。てかこのさ、座り心地やばない。めっちゃいい。最高やな、桜クルーズ。ーめっちゃいいやん、桜クルーズ。桜もね、気持ちいいね、天気もいいから。ちょっと、すいません、舐めてました。ほら、いやいや、めっちゃいい、いいよ。いやいや、え、めっちゃいいやん。ちょっと桜、桜バッグ、いいやん。これはいいですね。え、めっちゃいいわ。俺1万合ってると思う。いやでも、あの、思ったより合ってるわ。合ってるじゃない。いろんなギャラリーの人がすごい不思議な目で1万合ってる。どうなるんだ、いかがわしい撮影をしてる。どういう撮影。もう多分ロスみたいに見えてると思うから。ロサンゼルスみたいな。海外、海外に来た。海外。これグイグイ伸ばしたらさ、いいんちゃう。一番意味は痛いから、はめてみてよ一回。いや、これで多分いける。ちゃうよ、もう。すごい、ここ。ちょ、一回、一応一回やってや。めっちゃ伸ばした？めっちゃ伸ばした。どう？緩なったやろ。いや、痛いわ。それでも痛いわ、やっぱり。いや、この顔やね。それでも痛い。一番おもろかった。いや、おもろかったね。痛いのよ、微妙に。ブリよってなってた。微妙に。目が。微妙に締め付けられんのよ。すごいな。これはおもろいやろ。微妙に締め付けられんの。いや、これめっちゃおもろかった。やっぱ、だからこういうとこだよね。持ってる、持ってる、持ってるやつ。あの、まばたきすげえしづらいし。予想外のことが起きるっていう、やっぱ天才。うん、いや、そうやねんな。まばたき。予想外。まばたきしづらいし、目一体のなんか引っ張られるし。目がどんどん真っ赤になってくるのがもう。やっぱ予想外の、なんかその実力は一番やっぱあるから。いや、秘めてるよ。そこはやっぱどう、枠に収まらん。枠に収まらんからもう。いや、枠に収まらんのよ。もうやっぱ毎回やっぱラストとして想定してた方がいいよ。ね、何が起きるかわからんっていうね。パルポンテから。何が起きるかわからん。何が起きるか。え、多分ね、ラストに初めから設定するとめっちゃおもんないよ。そうやな。それはそれで違う。なるほどね。そう。初めからラストなって言ったら。いや、それはまあおもんないと思う。いや、とんでもないことしてきそうなの。逆行く。逆行っちゃう。スーツ着てくるかってやつ。ちゃんとしてくるよ、そんなの。それすら面白いねんけどね、やっぱ。それが。それもまた面白いっていうのがね、強みですよ。いや、これなんか、ご飯、食べていいですか？食べていいですか？ちょっと俺腹減ったやん。ずっと食べたかったもんな。軽食も。え、めっちゃ最高やん。美味しそう。おにぎりしか食べてない、今。じゃあ、え、なんかゲームするじゃん。ゲームしよう。あれ、しりとりやろうや、じゃあ。やる？うん。この水門越えると目黒川らしい。あ、そうなんや。今言うたけど。やっとかな。やっとかな。うん、いや、めっちゃいいな。ほんまにいいわ。うん、寒ないし。すごい怖い滑りだよな、あれ。なんなんやろな、ゲームは。いや、友達が。あらら、手振ってんで。ガキどもが言ってますわ。ガキども急に悪ぶらんねんね。あ、ガキ、おい、ガキども言うな。ガキやん、あれ。はーい。やっぱあれやな。ああ、ちゃんと注目されんな。うん、しっかり注目されんな。みんなって言ってくれるわ。恥ずかしなってくる。ちびどもが急に。ちびどもが言うな。うわわ、すごい。いや、めっちゃええやん。あら、これはいいよ。ほんまにいいね。これ映えてますね、今。映像めちゃくちゃ映えてますよ、多分。これはすごいわ。これはこっから映えよ。ちょっともう一回サムネ撮りません。いや、俺この服で着てよかったわ。いや、ぴったりやわ。いや、ぴったりやね。確かに。いいよな。めっちゃいい。いや、ほんまちょっと。マジであかんねん。何回言うんだよ。いや、こうやって見るたびに、俺らめっちゃ合ってるもん。やっぱ。そう、まあまあまあ。普通やからね。うん、こうなったら普通やから。そうだ、こうなったら普通なんや。だからもうつけとくしかないやん。つけたら目痛いねん。目痛いねん。目飛び出るから。CG でもつけてる手にしたらいいやん。これさ、目が飛び出んねん。こうやって、こうやったの？ああ、一個でね。っていうかさ、服って。確かにな。この辺に住んでる人ええな。あ、これ花いかだ？花いかだっていう。らしいよ、この桜が待ってるやつね。桜のな、どんだけ付けさせたいの。
いやいや、違う、普通すぎんのよ。あ、あ、いいや、これはいける。ちょっと緩すぎる？なんか違和感あるな。あ、いいや、いいや。いやいや、でも、いいんちゃう？それいけんじゃん。あ、それでもいいよ。あ、それでもいい。これさせてみる。これはこれ恥ずかしいけど。いやいや、これいいよ。川に花びらがね、舞ってんのが、うん、まあ、花いかだって言うんでしょ。いやいや、何回言うのよ。さっき言ったよ、ね。絶対使われた。絶対使われたいから何回も言う。って言うよ。今ちょうどこれ。ほら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 。2回とも使われてちょっと恥ずかしいやつやから。まあ、花いかだって言う。何回言うのとかも桜のアーチよ、アーチ。あれやばいな。なあ。こうね。じゃあ、せっかく景色いいから。景色いいからね。あれやるか。景色しりとり。景色しりとり。結局やんの？ああ、やんの？やろう。だから、これ今見えてる景色を写真撮って、うん、例えば、ああやったら赤いもの写真撮ってくる、赤、あい赤、みたいなことやろ。そうそうそう。でもそんなにやっぱ。ないよ、でも。見えんよ。じゃこれを、まあ、みんなに伝えようよ。もっと。写メでも。写真撮ってね。なるほどね。うん。撮って。やろう。よし。いや、村から。行くよ。うん。じゃあ、やっぱ桜の、さーから行くか。え？さーで、さーでよ。じゃあ、ラやけど。さーからね。じゃあ、桜の、ラ。じゃあ、時計回り。時計回りとこっち。あれ？ラ？ラ。いきなりむずないラ。ラってむずない。10。いや、待って。カメラも設置して用意して。8。そうか。いや、じゃあ負けたやつ船舶免許ない。いやいや、重すぎるやつ、罰ゲーム。やべえ。罰ゲームが重すぎる。負けたやつ船舶免許取るね。負けたやつ船舶免許取ります。ラ、ラ。ラ。ラよ。10秒ね。10。なんで10秒むずない？景色や言うてるんで、めちゃくちゃここ探すよ。なあ、むずいな。よっ、どうぞどうぞ。ライト、ライト。ライト。ライト。あ、いい。ライト。と、そうやね。と。いや、でも人映っちゃうな。と、むずいな。と。むずい。トンネル、トンネル。ああ、いい。ああ、いいね。トンネル、トンネル。ル、ル、ル、むずい。あ、ルか。え？うん、どういうこと？バカすぎんねんけど。トンネル。ルーむずいな。ゴー。ルーないって、隣さえルーむずいのに。ちょっと待って。なんやな。早いねんて。じゃあ、早いねんて終わんのは。ルーないやろ。ルー。2。ルーない。ルーないって。ルーない。終わるって。ルーないって。1。ルートとか、ルート？ルート。あー。じゃあ、パクります。で、いい、早いから、もうちょっとだけ続けルート、道が見えへんな。どこでもええね、道やったら。これも道やからね、一応。ちょっと待って、船の道。いや、乗りすぎやろ。恥ずかしい。あ、冷たい。ちょっと待ってください。めちゃくちゃやろ。アトラクションぐらいびちゃびちゃやったやん。確かにこっちあんない。急流滑りぐらいびちゃびちゃやったで、いや、ちょっと、やった？じゃあ、睡眠途中、ルート。お、取った？取った取った。いくよ。取った？都会。なるほど。わー、なるほど。いい。いい。別に船にあるやつでもいいと思う。そうや。いいよいいよ。もちろんもちろん。いし、いし。し？し。し。いや、ええわ、ほんまにええわ。あ、危ない危ないな。危ない。お、終わらすんだ。終わらすつもりだ。危ない。船舶免許を取らなかった。何を取ろうとしてんの、 C で。はい、シップ。シップ。あー、なるほどね。あー、船って。シップね。いいね。らしいね。プーってまたむずい。全部なんかむずいねんけど。プーとか、プーとか。いや、違うよ。違う、船舶免許一番取るべきなのはあなたやから。持ってそう。こぼすな、こぼすな。プーね、プー。プー。カリーでいい橋。はい。頑張ってきた。何作るってこと？プラスチック。何プラスチック。
違うよ、でも。いや、奇跡起きるパターン。プラスに気をつけよう。プラス、いやいや、プラスチックでいいから。ストレート。え、まっすぐ。ストレート、ね、ストレート、ストレート。あ、あったあった。トマト。そうね。うん、そうね。じゃあ時計で。時計。時計いい。あ、サブ、椅子。椅子ね。あー、数、また、また数かよ。あ、子供が手振ってるわ。誰やねん、確かに。水路。水路？あー、いいね。いいえ、なかなか。10。9。いや、10秒むずいな。8。ノーアムでいいな。7。むずいな。6。ロックスター。え？ロックスター。え、あ、あ、タン。タン、タン。タン。タンコプ、タンコプ。タンコプできてんのか。ちょうどね。ちょうどできてるってこと？ちょうどね。あの、ニキビやけど、タンコプって言っていいよ。ブーブー。ちょっと待って。ブーむずいなぁ。ブーむずいよ。ブーではあかんってことだよ。ブーやな、やっぱ。ブーか。マジ？お、取った。ぶらり旅。え？どこ取ったらぶらり旅になったのそれな。歩いてる？歩いてる人？ぶらり旅。いや、もうこれ自体がもうぶらり旅。あ、なるほどね。まあまあまあ、まあ。川の上のね。そうそうそう。アーチ。アーチ。いや、もうさっきの流れ的な、あの、ビリ。え？ビリ。ビリ。この順番のビリ。あ、ビリってことね。ビリ、あ、ビリ。ビリって言う？言う。あ、立地がよ。ここね、五反田やから。そう。立地。地図出してくれ。何の地図？あ、地図を取るってことだ。いや、もうめっちゃむずいのばっかやるやん。ズー。え？ズー。ズーです。5。4。4。さあ、あるけどな。どれよ？2。ズーって何よ？自分のなんかあったやん、当たって。船舶免許！船舶免許！はい、取ります。いやいや、もう。もう、船舶免許確定したよ、今。はい。ズボック。もう終わった、10秒終わったから。あだ名ね。じゃあ、はい、小倉さん負けちゃったんで、はいはい。さすがに船舶免許がちょっと大変。船舶免許なんか20万ぐらいかかる。って話すると20万かかるらしいから。確かに高いよ。そんなかかんねえなって。全員で。思ってたんと違う。あ、さすがにっていう。だから分かった。釣りやろう、みんなで。あ、釣りはまあやること自体面白い。ちょっとやりたかったんですよ。まあそれはみんな。みんなよ。罰ゲーム。食べれる魚釣りに行って、まあ、料理やっぱ好きやし、料理担当やから、はいはい、料理はまあ全員分料理ちゃんとさばいて。やば、いや、俺さばいたことないで。いや、それはもうだって、でも YouTube で。できそう。めっちゃうまいよ。まあでも料理得意やったらできると思う。確かに確かに。まあまあ練習すれば、まあそんなめちゃめちゃ綺麗とはいかんけど、はいはい。いい包丁持ってるでしょ。まあ持ってるはいるよ。なるほど、フグ釣り。フグを、あ、いやいや、フグあれ、免許言ってた。また免許いるよ。また免許。違う免許いるから。フグ免許もだから。あれ、毒あるから。フグの調理免許。調理免許だけだよ。フグ免許と船舶免許。なんでやねん。なんでお前はそんなに俺免許を取らそうとする免許。いや、でも絶対いいで。フグ免許取ってたらかっこいいな。フグさばけるって。いや、まあでも企画でないとなかなかそういうのやらんやろ、確かに。まあでも釣りはだからやろう。あ、やろうよ。釣り企画で、なんかちょっと振る舞ってもらうでやろう。あ、いいや。確かに。もしくは船舶で。料理うまいし。刺身か。まあでも刺身はまあやろうな。動画思んなかったら船舶免許。ちょっと待って、そこは、さらに。お前ら頑張ってくれよ。面白くなって使えるように頑張ってくれよ。さらにね。オクラはおかしいやろ。一個も釣れへんから。そうや、ボースとかやったら無理よ、それは。それはもう連帯責任。しゃあないね。あ、いや、それやろうや。釣りはだからやろうよ。よし、釣り企画ね。それが、まあ、ちょっと罰ゲーム、今回は罰ゲームって感じで。OK。はい、というわけでの、はい、今回のプライオンですけれどもね。めちゃくちゃいい企画でしたね。めちゃくちゃ良かった。楽しかった。桜もね、綺麗な。いや、もう一番今、こんなに見ると絶景スポットですよ、ここ。ね。めっちゃいいね。はい、もうなんかゲームどころじゃなかったね。ゲームどころじゃない。もう半分以上会話してましたね。普通に楽しんでたっていう。確かに会話弾みますけど。
はい、というわけで今回のフライムですけれども、うん、アニバーサリークルーズ様からのご招待でね、はい、クルーザータクシーで撮影させていただきました。ありがとうございます。今回乗ったこの船をですね、うん、目黒川お花見シャンドン、クルーズ2022クエスト号、クエスト号最高です。はい、はい、最高マジでクエスト号に乗りました。チャンドン号ではございません。クエスト号。ちゃんとん号でね。間違いなく、はい。クエスト号。クエスト号です。乗りました。皆さんもぜひ。もうこの時期ぴったりなんでね。乗船してみてください。うん、来年かな。でも花見ってなったらね。まあ、いやでもね、バーベキューあるバーベキューしながらできるみたいな。夏のね、いろんなパターンもあったりしますので。うん、ぜひぜひ皆さん。また僕らもね、また来年機会がね。ああ、機会があれば。毎年これ、ね、俺は毎年、毎年来る。その頃もう運転は、じゃあ、政治が次はできる。いや、イコールそれ、勤めなあかんってことだから、ここにこれ。はい、というわけで以上、フライムでした。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。